はい、皆さんこんにちは。今日はですね、プロクリエイトを使って、イラストを描いていきたいと思います。今日描くのはね、こんな感じのね、すごいプルプルの唇の絵を描いていきたいと思います。レイヤーはね、すごい少なめで、今日は描いていきたいと思います。で、この唇の形の取り方とか、あとね、このすごいうるうるな、プルプルな感じ、これをね、どうやって出すかっていうのをね、解説していきたいと思います。で今ちょっとこれタイムラプスね、再生してるんですけど、こんな感じで一覧の流れですね。で、今日はまあこれをですね、10分ぐらいで解説していきたいと思うので、ぜひね、皆さんもよかったら試してみてください。はい、じゃあ始めていきます。右上のプラスボタンからスクリーンサイズで今日はキャンバス立ち上げていきます。で、一番初めやることなんですけど、この背景色っていうところをタップして、ここの色をね、肌色に変えていきます。だいたい黄色、オレンジで白っぽいところ、この辺かな。この辺で、色を作っていきますね。で、その上にレイヤーを1個追加して、ここにですね、ラフで下書きを書いていきます。で、使うブラシなんですけど、鉛筆のね、HB のブラシか 6B のブラシで、形を取っていきます。で、こっからちょっと唇をね、描くときのコツなんですけど、私がよくやるのは、この下唇今描いてるんですけど、楕円を2個描いて、その楕円の、際を繋いでいく感じですね。で、同様に、その上唇のところも楕円を2個描いて、そのアウトラインのところを線で繋いでいく感じ。で、やると、綺麗な唇が描けます。で、こうやってね、後からサイズ変形とかもできるんで、もしね、このボールを大きく描きすぎてしまったなって思ったら、後からね、サイズ変形してあげて調節してください。で、もし、もっとね、唇の描き方を研究したい人は、Pinterest っていうアプリがあるんですけど、その Pinterest で、例えば、そうですね、唇、イラスト、描き方とか、あとはね、英語だったら、リップスドローイングとかって検索してあげると、すごいね、参考になる絵の描き方みたいなのが出てくるので、そういうのでね、研究してもらったらいいんじゃないかなと思います。Pinterest はすごい便利なので、私もめっちゃよく使ってます。はい、で、だいたい描けてきたんで、こっからですね、ちょっとサイズの微調節をやっていきます。で、ここでね、ちょっとプロクリエイトの必殺技を使っていきます。ここの調節ボタンのところから歪みっていうボタンがあるんですけど、この歪みを使って、無理やりね、形を変形させていきます。で、今一番左の、ボタンですね、プッシュっていうところを選択した状態で、サイズは中間ぐらいのブラシ取って、で、これでね、こうやってギュッて押してあげると、形が変わってくるんですよ。形が変わるっていうか、この線がね、歪んでくるんですよね。わかりますかね。で、こうやって後から形をきれいに整えていってあげます。で、これね、私、歪み書きと呼んでます。この歪み書きをね、かなりマスターすると、プロクリエイトでめっちゃ強くなれるので、皆さんね、この歪み書き覚えてください。はい、で、次ですね、色を塗っていきます。色塗るときは、レイヤー追加して、この下書きの鉛筆の線ね、このレイヤーは一番上に持っていく。で、その下にレイヤー作って、ここに色を塗っていきます。で、まずはじめね、淡いピンク色で塗っていくんですけど、この時に使うブラシが、アミティインクブラシ、いつも使ってるやつです。これの、ウォーターエフェクトっていうブラシを使って、色塗っていきます。で、アミティインクブラシはですね、この概要欄のところにダウンロードリンク載っけておくので、まだ持ってない人はそこからね、ダウンロードしてみてください。で、最初はざっくりでいいので、色を適当に塗っていきます。で、ベースの色が塗れたら、次ですね、ちょっと濃いめのピンクを取って、同じレイヤーに上に重ねて塗っていきます。で、この時使うのもウォーターエフェクトです。で、この濃いピンクを塗るエリアなんですけど、上唇の真ん中ら辺と、あと下唇の真ん中ら辺、ここにざっとね、濃いピンクをのせてみてください。で、ざっくり色塗れたら、次ですね、アミティインクブラシの中にオイルブレンドっていう色をね、馴染ませるブラシがあるんですけど、これを選択して、
この色のね、エッジのところ、境界線をなぞっていってあげます。そうするとね、こんな感じで綺麗なグラデーションが作れます。で、グラデーション作れたら次いきますね。上唇と下唇のこの境界線を茶色でちょっとなぞってあげて、で、その中ですね、口の中を黒で塗りつぶしていきます。で、塗りつぶすときはこの違うレイヤーですね、一個下のレイヤーを選択した状態で、ここに黒を塗っていきます。で、ここまでが唇のね、ベースのところのカラーになります。だいぶ唇っぽくなってきたかな。で、こっからなんですけど、この唇のシワの部分を描いていきます。で、このシワの部分をこうやってサッサッサーって描いていくんですけど、その時に使うブラシは、ウォーターエフェクトです。ウォーターエフェクトで今白色を取ってます。で、この状態で、まあ、筆圧とかをね、コントロールしながら、あんまり濃くなりすぎないようにこうやって線をね、描いていってあげます。で、こんな感じで白いラインが描けたら、今この白いラインっていうのはハイライトのラインを描いてるんですけど、次シャドウのラインを描いていきます。なので、赤色のねちょっと濃い色を取ってもらって、同じようにラインを描いていきます。で、このシャドウを描くときは、ハイライトのこの白のラインのすぐ横にこう隣接するように塗ってあげると、この山と谷、こうボコボコした感じシワのボコボコした感じっていうのがこう綺麗に描けますね。なので白のラインとこう黒のラインはセットみたいな感じで描いてあげると結構いいと思います。はい、で、ここまで描けたらね、もうちょっとで完成です。あとはこのプルプルした感じと、あとは口の中の歯を描いて完成になるんですけど、ちょっとね、色味を変えたいときは調整パネルの中から色調サイド明るさっていうところを行ってもらったら、こんな感じで後からね、ちょっと今ピンクっぽかったので、もうちょっとオレンジ寄りの唇にしてます。で、この唇のレイヤーの1個上に新しいレイヤーを作って、ここにね、キュキュッとハイライトを入れていきます。で、その時に使うブラシなんですけど、アミティインクブラシの中のラインペンダークっていうブラシがあるので、これはね、結構固めのブラシです。で、これを使って、ピンポイントでハイライトをこんな感じで描いていくんですよ。で、これをするだけで一気にこのツヤというか、水分を含んだようなプルプルな感じが出ます。で、このハイライトですね、あんまりね、入れすぎてもちょっとやらしい感じになっちゃうんですけど、まあコツとしては、今左上から光が当たってるような想定をしてるんですけど、まあ、左上から光が来た時に、この辺がちょっとピカってなるだろうなっていうのを想定して、今白いのをね、入れています。で、こんな感じでね、ちょっとこうやって入れるだけでね、全然プルプル感が増してると思いませんか？すごいでしょ。で、最後ね、このハイライトの部分の周りのエッジもちょっとオイルブレンドでぼかしています。で、ちょっと前にね、水玉の描き方っていうのもプロクリエイトでね、水玉を描く方法っていうの動画も出したんですけど、その時も最後にこうやってハイライトをキュキュって入れてあげると一気に水玉っぽくなるんですね。で、まあ、この最後のハイライトが結構肝だったりします。で、ちょっとせっかくなんで、唇のね、下唇の下にシャドウをつけておきますね。新しいレイヤーを唇のレイヤーの下に作って、ここにね、シャドウをうっすら入れてあげます。で、最後です。最後は歯を描いて完成にしますね。この唇のレイヤーの1個下にレイヤーを作って、ここに歯を描いていきます。ブラシはね、何でもいいんですけど、私今使ってるのはラインペンダークかな。これを使って歯の形をね、かたどっていきます。真っ白じゃなくてね、ちょっとグレーぐらいがいいかもしれないですね。
で適当にベースカラー塗って、まあ、サイズとかもねこうやって調節できるので調節して、シャドウですね、まあ、グレー色とかを、まあ、上から薄く塗っていってあげます。で少しちょっと黄色っぽい色を上から重ねて塗ってあげるとやっぱね真っ白じゃないんで歯ってちょっと黄ばんでるので黄色を少しどっかに入れてあげるだけで結構リアルな感じになります。はい、こんな感じで完成にしたいと思います。いい感じですね。我ながら結構プルプルにできたんじゃないかなと思います。ちょっと強いて言うなら下唇がねかなり大きすぎたなって思ってますね。かなりブルンってなっちゃいましたね。撮影した後にそれに気づいたんで今回は直してないんですけど、もし直したい人は後からね調節パネルのところから歪みツールね、さっきやったやつですね、歪みツールで最終ねもうちょっと下唇をね薄くしたりっていうのもできます。で最後ねちょっとレイヤーがどうなってるかだけ確認しておきますね。いくつかレイヤーあるんですけどメインになってるのは4つだけで、この唇のメインのレイヤーとその下に歯のレイヤーがあって、で一番下に黒のね中のレイヤーで、シャドウのレイヤーが間を挟んでいるような感じになります。なのでこの4つのレイヤーで基本的にはかけますね。はい、ということでね今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。プルプルの唇描いてね全然自分の唇の手入れしてなかったなってすごい反省してます。最近ガジェットばっかりねほんと触ってたんで、そっちの方もね頑張っていきたいと思います。もしこの動画が良かったらぜひいいねボタンお願いします。まだチャンネル登録してない人はですねこんな感じで絵の描き方とかいろいろ紹介しているのでぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。